はい、こんばんは、島津です、デッドバイデイライトなんですけど、前回ぐらいの動画でですね、ハロウィンのイベントが来るお話をして、まあ、それのハロウィンのイベントで手に入るであろうスキンの話もしたと思うんですけど、ですね、今回ですね、また新しい、画像が見つかりまして、まあ、そちらをちょっと見ていきたいと思います。なんとですね、前回言ったハロウィンスキン、5体並んでたのがあったじゃないですか。ハントレス、ドクター、トラッパー、レイス、ヒルビリー。うん。あちらのね、画像になるんですけど、それが、これになります。はい。ちょっと探してみたんですけど、ヒルビリーだけがね、見つからなかったんですよね。これは、そうですね、今日かな？今日、探してたら見つかったやつなんで、おそらくこちらが来るんじゃないかなと思います。ハロウィンイベントで。まあ、酷似してるよね。あれと。前回の動画のやつと。うん。で、ちっちゃいんだよね。うん。ちっちゃくてね、拡大するとね、ぼやけちゃって、これが一番まあ見やすい感じだったんで、これぐらいの大きさになってるんですけど、ただね、そうだね、頭ね、頭の部分も、見つかったので、頭の部分ね、次見てみましょう。こちらもね、ちょっとヒルビリー見つかりませんでした。すいませんでした。それがね、こちらになります。なんかこのね、スキン見る限りだと、レイスとドクターがなんかグロく見えるよね。ハントレスとトラッパーはまだ、ね、そこまでグロくないけど、この2体がとてもグロく感じるのは、まあ自分だけなんでしょうかね。はい、どうですか。やっぱグロいよね。で、俺頭だけ見てて気づいたんだけど、ドクターが一番グロいんですよ。見てください。ドクターね、左目の上にもう一個目があるんだよね。うん、下手したら右目の上にもね、あるかもしれない。角度的には見えないんだけど。で、口がさ、裂けててさ、多分一番黒い気がする。ね、よだれだらだらして。で、次がウサちゃんなんだけど、これも拡大して気づいたんですけど、目ん玉が出てるんですよね。これ全然 目だよね。なんか気持ちが悪い。で、目から汁が出てる感じ。で、仮面なんだけど、牙が追加されてますね。うん。で、トラッパーに関しては、ただのお面だよね、これ。うん。本体がいないから、うん。面だけが加工されてる感じなんで、これが一番怖くないかなって感じ。で、レイスも、なんて言えばいいのかな。まあ、エイリアンチックになんかぐっちゃぐっちゃしてますよね。うん。なんか骨とか見えてる感じにも見えるんだよね。はい。多分この中で俺は順位をつけるんだったら、1番がドクターで、2番がウサちゃんで、3番がレイス、4番がトラッパーって感じですかね。怖さを表すとしたら。はい、こんな感じです。こちらもね、ヒルビリーのがなぜか見つからなかった。ちょっと残念でした。それで、ちょっと、うん、これだけしかね、画像は見つからなかったんだけど、うん。イベントの名前でね、検索して他にもなんか画像って海外のどっかで上がってないかなって探したんですよ。そしたらね、ヒットしました。うん。こちらはね、とても解像度が良くて見やすくなってます。ただ、海外のファンアートって形で出されてるんで、うん。もしかしたら 100% これって感じではないと思います。でも、ちっちゃい画像と照らし合わせると、酷似してるから、まあ、80% から 90% ぐらいは同じじゃないかなって感じなんですけど、はい。なのでね、そこはね、ちょっとご了承ください。ファンアートなんで、こちら。はい、じゃあね、一個ずつ見ていきましょうか。全体図ですね。うん、はい、最初はね、まずこちら。トラッパーですね。うん。綺麗ですよね。で、見た限りだと、背中と
背中を中心にトゲがたくさん生えてる感じですね。うん。で、トラッパーは顔にマスクを装着してて、そこ以外はあんま変わんないのかな。あと、まあ、点点点とね、あのレガシーがね、あの散らばってる感じですかね。普通のトラッパーだとさ、背中になんか金属の鎖とかをちょっとね、肉通して引っ掛けてたりはするんだけど、このトゲほどね、多くはその鎖とか刺してないから、うん、こちらの方が異形に見えますね。はい、まあ、これがね、本当に来てくれれば嬉しいんですけど。それじゃあちょっとトラッパー拡大してみましょうか。はいね、すごい数のトゲ、トゲというかこれ鉄じゃないのかな、鉄が体から生えてる感じがするね、うん、よく見たらなんかテカリ具合とか見ると鉄じゃないかな、ね、骨とかじゃなくて。で、オーバーオールの服の留め具の部分さ、あのね、鉄で留めてますね、引っ掛けて。多分あれ背中から生えてるトゲに引っ掛けてるんでしょうね。で、ずるってこうずれ落ちないようにする感じ。あ、で見てください、脇腹っていうか脇の下部分、穴開いてるよ、ぽっかり。空洞かな、え、マジで穴開いてるやん、これ気づかんかった、怖いな。なんだろうね、ただあのなんつうのかな、肉がその部分だけそげてるのか、ぽっかり空洞が開いてるのか謎だけど、あ、死んでんのかな、もしかして、もうこのトラッパーっていうぐらい、あのちょっと気になりますね。空洞だったらもう死んでるよね、あそこの部分がうん、NT に蘇ら、ね、魔改造されて蘇らせられた感じですかね。で、あとマスクなんだけど、思った以上にこうトゲがたくさん、あのトゲっていうか歯の部分ね、牙って言えばいいのかな、マスクの部分の牙の本数が思った以上に多いですね、うん、で歯並びが悪い感じですかね。はい、トラッパーはまあこんな感じですね。はい、お次がね、レイスになります。こちらのレイス、さっきのちっちゃい画像だと分かりづらかったんですけど、拡大するとですね、真ん中の、うん、部分に穴が開いてるんですよ。穴がほがってる感じ。まあ、ちょっと、なんつうのかな、背景が黒だから分かりづらいんだけど、白にするとね、もう貫通してるんですよ。真ん中の、心臓部分の穴が。うん、後ろまで透き通って見えるんですけど、そうそうそう、はい、もうね、いつものレイスとは全く違いますね。死んでますよね、うん穴が開いてるって、穴がほがってるって言うんだけど、鹿児島弁だと、うん、穴がほがってる状態でさ死者ですよ、もう完全な、うん、幽霊に近いよね、ゾンビだよ、ゾンビ。まあこんな感じですね、レイスの正面部分から見ると。武器はそこまで変わってない感じですね、レイスもトラッパーも。まあレガシーが施されてる感じですかね。はいはい、これがね、レイス3のね拡大図なんですけど、見てください、あの真ん中の穴、よーく見ると穴ぽっかり開いてるでしょ。 100% 死んでるよね。で、俺から見た限りだとね、もうあばらもね、かなり損傷してる感じ、っていうか繋がってないんじゃないかと。あばらじゃない、ごめん、背骨全く、もうね、穴が開いて背骨もね、持っていかれてる感じに見えるんですけど、いやー怖いっすねこれは、うん、で目が見えないよね、このレイス完璧にナースみたいな感じになってるよね、正面、前が見えないどっから見てんのかね、気になるところです。はい、まあレイスはこんな感じかな。なんかなんつうのかな、何かを身にまとってる感じがするよね、うん、なんか異形の物質、うん、それが体にまとわりついてる感じがするよね、胸を中心に。
これ何なのかな。もしかしたらこう材質的には植物かもしれないね。あのイベントで出てきた魔界の植物、あれがベースになってる可能性もありそうだね。なんか植物に見えるね。あの木、樹木、樹木にレイズの顔についてるのもなんか樹木に見えますよね。もしかしたらそうかもしれない。あの寄生されたのかもしれないね、樹木に。はい、こんな感じです、レイスさん。はい、で次はハントレスことウサちゃんですね。はい、こちらになります。なんか足には鉄の爪をつけてる。うん、鉄の爪をつけてますね、両足に。でよく見てください、仮面のところ。やっぱりね、目がね目が出てるんですよ。うん、拡大してみると、ちょっと拡大してみますね。はい、見てください、目が出てるよね、明らかに。でまだ人間の目とも違うんだよね。なんていうのかな、ウサギの目だよね、本当に。うん、ウサギの目に近い瞳をしてるウサちゃんことハントレスです。どうしたのかな、あのちょっとウサギになりたいって思いすぎて本当にあの獣人化してしまったんですかね。テラフォーマーズみたいにちょっと薬の打ちすぎでね、変化した感じがしますよね。そしてね、気づいたんですけど、後ろを見てください。なんか注射的なもんが見えるの分かります？背中の部分にあるじゃないですか、注射みたいな、なんかをね埋め込まれてんですよね。なんですかね、エントリープラグですかね、エヴァみたいに。うん、だからこれ引っこ抜いちゃうと中からちっちゃいハントレスが出てくるとか、チビハントレスが出てくるとかね、ありえるかもしれないですけど、なんかね埋め込まれてるんですよ。うん、この先のね、サバイ、あ、違う、この先に出すっていうかね、見せる、キラーにもね打ち込まれてるんですよ。斜めからだと見えんだけど、さっきのねトラッパーとね、あのレイスは見えなかったんですよね。だけどおそらく後ろになんか埋め込まれてるでしょう、あの2人も。はい、こんな感じなんですよ。はい、次がお待たせしました、ドクターです。あの完全にもう化け物だよね、クリーチャーですよクリーチャーだよ、明らかにミュータント化してますよね。でこっから見ても分かると思うんだけど、目ん玉あるの分かりますよね。でちょっと拡大したの見てみます。はい、見てください。で腕にね、なんかパイプみたいなのが刺さってんだよね。うん、これ何なのかなって思って、誰か抵抗してぶっ刺したんですかね、ミンちゃんとか。うん、で目ん玉が目ん玉が怖いですね。3つ目ですよ、4つ目かもしれないけど。で、このドクターもね、後ろになんかエントリープラグぶっ込まれてますね。何があったんだ、キラーたちに。魔改造された感じだよね、魔改造エンティティに魔改造されたのかもしれない。ちょっとね、お前らもう少しね、あのサバイバーたちに恐怖を与えてくれって言ってね、あのエンティティがこう降りてきて捕まえて上に連れてって改造したのかもしれないですね。そしてね、こちらだとね、ヒルビリーノもありました。うん、なんでちょっとヒルビリーノもね見ていきたいと思います。はい、こちらがヒルビリーになります。胸のところに角が生えてますね。角っていうか、なんかあばら骨みたいな感じで、ね、角が生えております。あとそれ以外だと特に変わり映えは、あ、でもあるか。うん、背中になんか背中がボコってなってんね、左側の背中わかりますかね。で、エントリープラグ刺さってますね、このヒルビリーにも。で、ちょっと拡大してみましょうか。はい、拡大した感じはこんな感じですね。もう、手の豆が潰れたのか、ヒルビリーが持ってる部分、ハンマーを持ってる部分に血がべっとりついてますね。殴りすぎたのかもしれないね。そして、ハンマーね、先端っていうか、まあ、先っぽの近くが折れそうになってんだけど、そこを鉄で補強してる感じの武器ですね。なんか個人的にこれちょっとかっこよく感じる。うん、ドクターのもなんか魅力的だったけど、個人的にはこっちがいいかな、やっぱヒルビリー戦としては。うん、で左肩のところね、やっぱボコってなんか
なんかが埋め込まれてる感じなのか、なんつうの、体の中から何かが生えてきたのかって感じですね。まあこちらもしっかりと魔改造されております。何なんだろう、あのエントリープラグは気になるね。あ、でもよく見てください、エントリープラグの部分の中の光、中の光とヒルビーたちの体に出てるレガシーの色が一緒ですね。もしかしたらこの光、レガシー部分っていうのはあそこから注入されて、あのバッてこう体に出てるのかもしれませんね。まあ、武器の方についてるレガシーについてはもう勝手についてるって感じですかね。はい、まあこういった感じになるみたいです。こっちはもう一回言いますけど、ファンアートなんで、あの確実にこの状態で出てくるとは限らないんでご了承ください。ちっちゃい方のが、一番最初に出したちっちゃい方の画像を元にして、アップデートでね、追加されると思うのでね、これはあくまでも予想ですかね、みたいな感じでしょうね。はい、いかがだったでしょうかね。イベントが近づくにつれて新しい情報がどんどん出てきますね。いや、あの結構テンション上がっていってんだけど、あ、こんな感じなのかって。特に俺が一番衝撃を受けたのはやっぱドクターだったね。完璧なクリーチャーだったから、こいつはびっくりさせられましたよ。で、一番最初俺は確かトラッパーとヒルビリーは欲しいっつってたのかな。優先して欲しいとは言ってたんですけど、ドクターも欲しくなりました。で、ウサちゃんも欲しくなった、レイズも欲しくなった、全部欲しくなったというわけで、あのできれば全部あの取っていければいいかなと思っております。はい、またこうハロウィンイベント関連とか他のイベントの情報が入ったらね、こういう風にまた説明させていただきます。はい、皆さんもね、他にどういったものが来るかね、予想して見てはいかがでしょうか。毎回これ言ってんね、ごめんねはい、それでは本日はここまでとしておきましょうか。結構話が長くなったんで。それでは、島津のデッドバイデイライトの、情報になりました。もしこの動画面白いとか、また見てみたいってね思ったりしたら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは島津でした。失礼させていただきます。ではでは。